私と遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。何して遊ぼうか。お、一人じゃないか。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回もまたこの島に新しく住んでもいいよという方が来てくださったので、早速 QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、 QR コードを読み取る。はい、糸目さん、和み系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、ニコニコ型、いつも笑顔を絶やさないタイプ、ただ笑ってるだけじゃなくみんなが楽しめるように行動する、実はしっかり者。お、なんか和み系なんだけど熱血っぽい感じに見えるね。オッケー。お、マンションが変わった、でかくなった。また来たよ速報。マンションの改修工事完了。ちょっと目を離した隙にポンってできたもん。おーやべえな、72部屋やってだいぶ増えたね。あれ、ってことはもうすぐ100行くの、やばくね。え、100人は住めるんよね、違ったっけ。ありがとう。あーすごいすごいすごい、あーすごい、めっちゃ綺麗になっとる、やばいね。じゃあちょっと入ろう。うわーすげーえ、すげーすげー、うわ超すげー、それしか言うことがないやばいね。ほい、じゃあ早速新しく増えた糸目さん入ります。いいね、かわいい部屋に住んどるね。糸目です。シンくんとかもこの部屋やったっけ。意外としっかりした女。二人人の話も聞くと世界ってひどいんだなって思っちゃいます。あ、やっぱり旅人やけんね、いろんなとこ回ってきとるってことやもんね。いいないいな、旅に出たいよ私も。ほい、それじゃあのんきなアスムと対照的にプンプンしてるユニポンちゃん、話を聞いてあげるよ。誰と何があった。私珍しく怒ってます。うん、どうしたのユニポンちゃん。ネムと喧嘩しました。ネムちゃん、マジで、なぜ仲直りして。このイライラを沈めてください。イライラをね、やっぱり女の子のイライラを沈めるにはデザート。さあ今日もどうだろうな、バナナなんかじゃごまかされてくれんよね。リンゴ飴は。はい、リンゴをシロップで丸ごとコーティング。そっち向きなんや。え、棒を持つんじゃないのお皿に乗せるの。お、すごく美味しかった、よかったよかった。マジでチーズケーキ以上か。チーズケーキの方が上よ。お、ネムちゃんもプンプンしよるけど、あ、家におったってことかな。マンションにはもう一個のマークなかったもんね。さあ、この間はごめんなさい。ハラハラドキドキ。ネムちゃん、はあ、許されなかった。大丈夫だ、時間が解決してくれる。ダメだったね。いや、そんなこともあるよ。うん、気にしちゃダメだ。でもって原因は、今回は何？最近なんか、うわ、久々のクマちゃん。久々にクマちゃん出てきたと思ったらなんか前までと向きが違うんだけど。めっちゃなんか逆さずりされとるやん。ほい、それじゃあ次。マキさん、入ります。私と遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。何して遊ぼうか。一人じゃないか。一人で絵合わせ。二枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。誤解失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな。スタート。じゃあ、ここ。階段です。ガイタンさん。ミラーボールです。ミラーボール。あ、そっか、一人か。虚しい。お。やったね。ロボ
ボットです。ロボットルキアです。おお、あれどういうロボットなんやろ。ミラーボールです。歩くだけかな。かなり。イエーイ。たい焼きです。たい焼き、クロワッサンたい焼きが美味しいよ。あとはね、あのバナナクリームが入ったたい焼きが好きかな、私。かなり。イエーイ。シーンです。お、シーンくん。ルキアです。あー、やばい、ハートがなくなる。ルキアです。ほい。あとは、やったね、いけた、いけた。おっしゃー、ハート一つ残し。やったね。おめでとうございます。ありがとうございます。一つだけあげます。それ選んでください。じゃあ一番小さいやつ。お、新しいお宝、ヘチマスポンジをもらいました。あ、なんか懐かしいな。小学生の時ってさ、なんかクラスのみんなでヘチマ育てよったよね。お、行ってらっしゃい。なんかみんなでヘチマ育ててさ、育てたヘチマをなんか回収して、で、ヘチマでスポンジ作ったよ。作ったけどさ、あれ、痛くね？そして、夜市。やったね、私夜市大好きだわ。結構なんかスタ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 って近寄ってきたのに。買うよ買うよ。ほい。さ、これ毎回すごい楽しみだよね。はい、一つ目は、お、王様セットが入っていました。え、これは黒影さんが前来とったやつと一緒？違うかな。 OK。 二つ目は、食べ物カルボナーラが入っていました。やった。三つ目は、お、やった、うな重、うな重。食べ物うな重が入っていました。土用の丑の日に向けて。いいね。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。で、今回も、またこの島に新しく住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、QR コードを読み取る。ほい、エナッチー。ノリ系第一印象奇策。特徴、直感&勢い重視。大雑把。楽観的。熱しやすく冷めやすい。キラキラ型。みんなのアイドルタイプ。いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい。みんなの憧れ。でも陰で苦労してる。なんか、なんやろ、ハイジみたいな感じの格好かな。オッケー。ほい、それじゃあ早速マンション行ってみよう。お、ハートが出ている。ゆまぴーちゃん、入るよ。さあ、どうした、お相手は誰だ。はあ、なになに、切ないね。おう、せつなさん。せつなさんにはね、さきちゃんがいるんだ。どうして反対するんですか。ね、相手がいるから。妬ましいからとかないやろ。うん、みんな最近ちょっとね、お相手が被ってしまうことが増えてきたね。さきちゃんがいるんだ。まあほら、元気出して。とりあえずさ、コーヒーでも飲んで気持ちを落ち着けてよ。はい。どうぞどうぞ。え、美味しくなかった。マジか。好きじゃなかったか。あれっていうか、服戻ってる？やっぱりあのミニの浴衣は気に入らなかったんだね、今ピーちゃん。でもそっちの方が似合ってるな、まあ確かに。ほい、それじゃあ、今回新しく来た、エナッチのところに、入ります。いいね、なんか、かわいいよね。エナッチです。一緒にいると楽しい女だそうです。一緒にいて楽しい女になりたいよ、私も。早起きすると、気分がいいですね。あ、なんか、目覚ましが鳴る前に、自分で勝手に目が覚めた時とか、すごいスッキリした感じする。目覚ましで起こされたりとかね、人に起こされたらなんか、早起きしても、
まあ、眠い、としか思わないけど。あ、ちょっとお腹空いとるみたいやけん、なんか食べよっか。何がいい？そうだな。コーンフレーク。コーンフレークって何気に食べたくなるよね。いただきます。暇があったら食べたくなるよね。そういうもんじゃないか。私なんか暇があったら何かを食べたいんだけど、好きじゃないの？ちなみに私はプレーンタイプよりもチョコタイプ派だけどね。コーンフレークは。ノア君行こう。入るよ。相変わらずなんか豪華な家だな。ね。グッモーニング。お、私がぜひぜひ協力してあげようじゃないの。スタート。さあ行くよ。てか実際こんなことする人おるんかな。でも確かにね、くしゃみが出そう。お、ストレート、ストレートやん。やった、今超すがすがしいんだけど。ありがとうございました。めっちゃ気分いいんだけど。ありがとう、ノアくん。いえいえ、こちらこそだよ。気分がいいよ。なんか鼻ムズムズするな、くしゃみが出そうやなって時あるけどね。なんかいちいち羽とかは使わんかな。私逆。好きなもの後に残しとくタイプやわ。なんか嫌いなものを先に食べて、で、なんか終わる時には口の中が好きなものの味で終わってほしいやんか。なんか最後嫌な気分で終わりたくないけん、そうするかな。ほい、じゃあミーニュース行ってみよう。お願いします。アイロンでペラペラに。洗濯物の上で昼寝をしてはいけない。汚くなるじゃないか、せっかく洗ったのに。人間じゃない。まあね、こういうことが大々的なニュースで取り上げられちゃうから。何ができるの？めっちゃ気になるんだけど。ありがとう。うおーおー。もう一箇所に集まってまた喧嘩しだしてるよ。じゃあちょっと仲裁に入ろうか。静まってくれるかなと思ったけれど無理そうだわ。なんでそんなに喧嘩してんの？原因は何さ？仲直りして。じゃねえわ。どうせ甘いものでも食べたら気分直るんだから。どうしよっかな。私の好きなもの。桃でも食べてたらいいんじゃないかな。甘くて美味しいよ。柔らかい毛の生えた誇り高いフルーツ。毛の生えたっていう説明はいらない気がするけど。てかめっちゃ満腹だね。絶対お腹ぽっこりなっとるやろ今。ほいほい。てか今その場にいたけどね。私が入った途端にそそくさと帰ったんかな。さあしっかり謝って。この間はごめんなさい。お、言ったね。キング許してあげて。許しません。ほー。許されなかった。許されなかったよ。うまくいきませんでした。誰でした？ね。またほら、ほとぼりが冷めるのを待つしかないよ。人生、そううまくいかないものですね。てか原因は何だったの？仲直りできませんでした。クマちゃん？セガキングにクマちゃんがやらないよ。またクマちゃんブームが来たんだね、このマンションには。まあ私はクマちゃんが似合うような子ではないけれども。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。で、今回もこの島に新しく住んでもいいよという方が来てくださったので、また QR コードを読み込んでいきたいと思います。じゃあ QR コードを読み取る。ほい。ほい、あやちゃん。ドライ系第一印象自信家。特徴、形式的、負けず嫌い、短期。ズバリ言い切る、成果にこだわる。テキパキ型、強気に頑張るタイプ。目標が高ければ高いほど燃える。少しおっちょこちょいな面も。
ドライ系なのに少しおっちょこちょいっていうのはギャップが可愛い感じだね。ほい、ということで早速マンション行ってみよう。いやー、なんかだいぶジメジメしたマンションになってきたな。ほい、それじゃあみゆちゃん行こう。入るよ。ウッキウキやね。なんかいいことあったかな。どうもです。どうもです。なっちゃんに友達を紹介したいのですが。お、なっちゃん、いいやん、いいやん。何を紹介するのがどうでしょうか。なみちゃんとなっちゃんね、全然いいと思うよ。二人が仲良くなるにはどんな話をすればいいでしょうか。女の子同士やけん、やっぱり恋愛の話、恋バナは絶対みんな盛り上がる。では、二人も呼んできます。ほいほい。いいね、いいね、仲立ち。てかまあ、あれか、なっちゃんの場合は結婚してるから恋愛の話っていうよりは旦那の話になるのか。まあでもそういう幸せ話を聞くのもね、いいんじゃないかな。よかったよかった。ちょっと一瞬ダメかと思ったよ。うまくいきました。よかったよかった。ありがとうございます。どんどん友達の輪が広がっていくよ。お礼にこれをあげます。なになに？お、実用品一応薬をもらいました。ありがとう。じゃあちょっと噴水のとこに誰かおるみたいやけん見に行ってみよっか。結構今回みんないろいろ散らばっとるね。お、お、すごい、なんかこういう感じのこともするんやね。なになに、マサオさん路上ライブっすか。かっこいい。マサオさんがギター弾いて、お客さんはココちゃん、ガイタンくんがなんか眠そうなんだけど。ガイタンくんもお客さんかな。すごいね、噴水広場でああいうこともするんや。じゃあやっぱり道具はバンバン渡すべきやね。いろんなとこでいろんなことしてくれる。マキさんは一体何をしてるんだろう。黄昏れてるの。てか横にある人手となんかサイズ感が。マキさんちっちゃくない？そんなもんやっけ。横の人手が特別でかいんかな。じゃあ次公園、誰がおるんやろ。お、なんか眠ってますけど、ベンチで。これは、細子さんかな。あ、なんかこの帽子いいね。なんか木の下でさ、こういう帽子かぶっとったらなんかちょっとどんぐりっぽくない？全体的になんか森があるって感じ。いいな、いいな、ああいうの。じゃ次、喫茶店。お、喫茶店は K 君が。なんかものすごいうとうとしてんだけど。家でゆっくり寝てもいいんだよ。おお、はってなった。ちょっとこっちがびっくりしたんやけど、今一瞬。やばいやばい。ゆっくり寝なよ。ね、細子さんもそうやし、ケイくんも。ほら、なんかめっちゃ一生懸命起きようとしよるけど。マンションの屋上にも誰かおるみたいやけど。ね、新しくなってからマンション。まだ屋上一回も行ってなかったけん。おお、ここでも、ここでも寝ている。アイちゃんとアキちゃん。どうしたの今日。みんな、今春じゃないよ。春のうららとかじゃないよ。なんだ、そんなに眠いのかいみんな。ちゃんと部屋に戻って寝てね。てかあれだね、マンションがどんなに綺麗になっていっても屋上は変わらないっていう。もうちょっと屋上も綺麗にしようよ。クラ君出かけてるね。あ、シーン君の部屋は賑やかだ。どうしよう。あ、ライチちゃんの部屋におる。じゃあちょっとクラくん、クラくんね、ライチちゃんとこで運動しているところ悪いんだけど、ちょっとお帰りなさい。お帰りなさい。あゆなのそっくりさん、1週間ぶりですね。ね、お久しぶり。誰かとおしゃべりしたい気分です。誰かとおしゃべりしたい気分。そんな時にせっかく喋りよったのに、私は呼び出したのね。とりあえず、お腹が空いとるみたいやけん。なんか、あ、そうだ、運動しよったけん飲み物の方がいいか。じゃあちょっと、コーラで戻すか。弾ける炭酸、爽快な喉越し。ほい。あー、落としてしまった。今の落とし方。絶対確実にこぼれるよね。どうぞどうぞ。
どう？プハーってなる。ビールか。まあまあ美味しかったようです。なんかさ、あれやない？男の子ってさ、コーラ好きなイメージすごいある。お、ありがとう。実用品万華鏡をもらいました。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回も、新しくこの島に住んでもいいよという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、QR コードを読み取る。ほい、よしはるくん。ノリ系、第一印象気さく。特徴、直感&勢い重視、大雑把。楽観的、熱しやすく冷めやすい。キラキラ型、みんなのアイドルタイプ。いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい。みんなの憧れ、でも陰で苦労してる。おー、なんかほわーっとしてそうやけどノリ系なんやね。いいね、いいね。盛り上げてってくださいまし。ほい。ほいってことで早速マンション行ってみよう。お、なんだなんだ。入るよ。マークが一種類しかないんだが。おー、リンさん。なんかめっちゃゴロゴロしてるよ。どうしたの？お掃除中？こんにちは。こんにちは。リンとは仲がいい友達だと思っているのですが、私とリンのこともどう思いますか？同じ名前同士ね。相性バッチリなはず。そうですか。もっと仲良くなれるということですね。ね。名前も一緒だし、コンビとして。これで親友になったらいいのね。最近、自炊を始めました。お、マジで？いいね、いいね。私そういうのあんまりね、得意じゃないからちょっと、女子力を磨きたいわ。さあ、ナミちゃん。非常にイライラしているようですけども。どうした？何？何？相手はももちゃん？落ち着いて落ち着いて、仲直りしてよ。さあ、美味しいものでも食べようか。この季節だ。アイスクリームを食べたらきっと落ち着くだろう。ストロベリーフレーバーだよ。いただきます。どうぞどうぞ。もう最近好物の一覧がさ、なんか甘い系のものばっかりになっとる。え、アイス一個であんなにお腹膨れるの？絶対アイスだけであんなにお腹膨れんわ。もりもり食べれるよね。別腹でしょ。あれってか、ナミちゃんまたこのヒーローのコスプレに。この間はごめんなさい。なんか普通に自然に見よったけど、え、なんかすごいスピードで、すごいスピードで帰ってきたんだけど。早くないっすか？なんかちょっと考える猶予とかも何もなかったよ。ダメでした。この間はごめんなさい、許しません。そんなに許せなかった。そううまくいかないものですね。いや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 。あれだよ、きっと。もうちょっと、普通の格好だったら大丈夫だったはず。物の投げ合い。何を降参って。わけのわからない喧嘩になっているけれど。原因不明の喧嘩なのね。ほい、それじゃあ、さきちゃん遊ぼうか。すごいニッコニコで呼びよるけん。遊ぼう、遊ぼう。来たぞ、キャッチー。さ、今回は何？ほい。3、2、1、失敗。うわぁ、超笑顔やし。もう一回。もう一回だけですよ。ほいほい。さあ、来い。いきますよ。どうぞ。3、2、1。ちょっと。え？今度こそいきますよ。何そのフェイント。来い。はっ。おっしょ！うわ、すごいすごいすごい！ギリギリのとこで撮った。そこつまむ。やったね。これなんだっけ？恋自身？ありがとう。やったね。お宝、方位磁石をもらいました。おー。やったやった。ほい、それじゃあ夜市見てこう。さあ、私の大好きな一大イベントを、運試ししていくよ。リンさん見てあげて。しますします。よし。じゃあ一つ目の中身は。
お、帽子。リンゴの髪飾りが入っていました。リンゴの髪飾りやったね。二つ目は？おお、口紅。口紅だよ、口紅。女の子の必需品じゃないか。三つ目。ああ、さっき手に入れちゃったんだよね。ちょっとなんかレア感なくなったな。お、男子会が開かれているな。入るよ。どうすればもっと身長が伸びるかな。お、三人か。そんなに背低くないよ。ちょうどいい身長だよ。何センチなんやろ。リンにまつわる面白い話って知ってる？お、なんだなんだ、リンさんが話題に。何とね。最近フラ君って噂になってるのね。リンさんの噂はどこに行った？それ知ってる。あ、やっぱり。最近コーヒークエストっていうあのクラ君の噂とは一体。いいな、やらせてよ。さっきから気になるところでやめるのはやめていただけないだろうか。で何かな。クリスタルに。いや、あのコーヒークエストっていうのは一体どういうゲーム。クリスタルに囲まれる生活。あれ、なんだっけ。どれよ。いや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 。真剣な話、僕ほど現段カードにかな好きな人っていないね。あのね、最近アカデムクって男子会はあれだな。気になる話を気になるところで止められるっていう、なんか何のじらしプレイなの。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もこの島に新しく住んでもいいよという方が来てくださったので、QR コードを読み込んでいきたいと思います。で、QR コードを読み取る。ほい、愛知人、ノリ系、第一印象気さく、特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、キラキラ型、みんなのアイドルタイプ、いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい、みんなの憧れ、でも陰で苦労してる。なんかちょっとお姉さんっぽい感じやね、格好とかもいい感じじゃないか。オッケー。ほい、それじゃあ早速マンション行ってみよう。さあ今回は、お、なんかめっちゃ電話しよるけど。おい、ゆかちゃん怒ってる。そしてねむちゃん、ねむちゃん行ってみよう。誰かと友達に紹介したいかな。どうもです。どうもです。お、なるほど、そっちね。いいじゃん、いいじゃん。旅行券あったかな。ちょっと待ってね。これで旅行券がない場合はどうすればいいの。あ、よかった、あった。あることを知ってるから言ってくるんかな。懐を見てるね。どこにでも行ける旅行券、ゆっくり楽しんできてください。いいんですか。いいよ、いいよ。自分から言ったんじゃないか。いってらっしゃい。ネムと黒影の旅行 in カンボジア、スタート。バンテアイスレイ遺跡です。バンテアイスレイ遺跡。はい。いつもこのタイミングが、なかなか難しいんだよね。いいね、アンコールワット。はい、チーズ。チーズ。ポーズ素晴らしいよ。私、アンコールワットぐらいしか知らんねやけど、カンボジアって。アンコールワット入り口です。おー。はい、チーズ。ほい。いいね、いいね、かっこいいね。あの時の写真のタイミング難しくない？どのタイミングで押せばちゃんと目が開くの？よかったよ、お帰り。なになに？お宝、クロマーをもらいました。クロマーってなんなんやろ？あれかな、ストールとかそういう感じ。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、さあ何がよろしいかな。化粧品、バレエ、フラダンス。ちょっとそろそろさ、動物を飼ってみようか。犬レンタル券とか。さあ黒影さんと二人でキュートな子犬があなたの部屋に。でも向こうの家には連れていけんのよね。残念。ほい、それじゃあ、エナッチー行こう。お友達を増やそうね。きっとそうでしょう。
にゃにゃん、かわいい。お、チャーリーさん。いいやん、いいやん。紹介するよ。チャーリーさんはね、褒めてあげたらきっと伸びてくれるんだ。何様。ほいほい、いってらっしゃい。ドアップ。チャーリーさんも久々だな。さあ、何を褒められるだろうか。お、仲良くなった。まあ、褒められてね。嫌な気する人はおらんよ。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよかった。そこからどんどんと人脈を。これにこれもあげます。なになに？お、実用品一応薬をもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ、ミニニュース見てこう。ほいほい、お願いします。アイコの世界記録樹立。お？チラシ寿司をめぐって。てか、この部屋可愛いんだけど、誰の部屋？203回。やばいね。てか、誰かカウントしよんかな、これ。どこがどう勉強になった？そっちだよね。そっちだよね。てか、その間になんかチラシ寿司カッピカピになりそう。蓋開いてたし。ほい、じゃあ、浜辺にいらっしゃる人は誰だ？あ、釣りしてるわ。お、しかもケンくん連れてきてるじゃん。いいね、いいね。ケンくんが釣ってあげなよ。ケンくんが彼女に釣ってあげなよ。なんか釣れるかな？超ニッコニコで見よるけど。お！お、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 おー。おー。めっちゃなんか、ん？みたいな感じやけど。逃げられてますよ。でもちゃんとかかるんよね、これ。前にツイッターでも教えてくれた人がおったんよ。なんかちょっと釣りをしてる人がいたので見てみたら、釣り上げてました。でも逃げられてましたけど、みたいな。ちゃんとそういう動きあるんやな。お、今度は？なんかこの、釣り上げて、で、あれ、いないってなってからの、ケンくんの、ケンくんの、じっと見る感じがなんかすんげえいいんやけど。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。